律者の気配がこの都市の崩壊エネルギーと混じり合ってる。空の律者の居場所を確実に知りたきゃ、はぐれた崩壊獣をゆっくり探すのも一つの手だが。崩壊獣が集まってきている。突進級崩壊獣の活動範囲は全都市だ。崩壊エネルギーに対する感知力も相当高い。だから奴らに招待状を送ってやったのさ。一網打尽にすれば時間むちゃくちゃです。艦長と一緒にいると安心して。ペッペッステップステップの数なら、エリアにいる半分の崩壊獣は片付いたはずだ。なかなかの実力だな、サムライガール。たった一日であの子を怪獣するなんて、一体どんな魔法を使ったのか気になるよ。ところで、空の律者の話はしてないだろうな。していませんよ。それでいい。あの子たちはまだ崩壊をよく知らない。災害だという認識しか持っていないから。クーちゃんは、あなたの仕事のことを知っているんですか？知らないし、知る必要もない。あの子の病気が治ったら、この病気？あの子たちは精魂を身に宿しているが、不完全なんだよ。崩壊の中で生きていける力を持つ一方、今の技術じゃ、即効性と高い効果を併せ持つ治療は確立されてないんだ。幸いなことに、ヨルムンガンドから薬を定期的に供給してもらえている。あの子たちのような特殊個体にだけ興味を持つのは、あなたは、悪い人に見えません。でもあなたは、子供たちを助けながら、市民全員を実験台にする。ヨルムンガンドに力を貸していた。矛盾していると思いませんか？少し誤解があるな。私は傭兵だ。報酬が良ければ何でもするし、どんな相手でも殺す。確かに私は十数人の子供を助けた。だが、この手で葬ってきた命と比べたら、これも矛盾だというのなら、私が経験した矛盾はあまりにも多いな。戦争の火蓋を切り、死体を生産することで財を成した武器商人も、子供からすれば、グレーゾーンを渡り歩き、非常な手段で敵を排除してきた資産家も、一方、罪で震えながら他人の助けを待つ難民、
あの日、あの子は、クーは廃墟の中で倒れながら、私は、あの子に化け物になってほしくないだけだ。あの子たちと過ごした時間が、自分がまだ生きていると感じさせてくれて。じゃあ、どうして今でもキアナちゃんを憎んでいるんですか？何が言いたい？あなたも天球地にいたのなら、あの年を守ったキアナちゃんの姿を見たはずです。キアナちゃんは、人々の苦しみを自分が背負うべき責任だと考え、自らの胸の痛みを心の奥深くにしまい込みました。彼女は、あなたからすれば空の律者かもしれませんが、私にとっては、キアナ・カスラナなんです。そんな彼女だって、あなたが言った矛盾ではありませんか？そんな矛盾に対して、それでも殺すと言うんですか？お前は彼女の意志を、彼女が律者に勝てる可能性を信じている。理屈は簡単だ。相手を説得する必要なんかない。理想も、希望も、私が今まで体験したことのないものでは、私は確かな証拠だけを信じる。だが、お前もネゲントロピーも、そんなものは持っていない。私は悪者だが、悪魔じゃない。しかし、この彼女を憎み、彼女を利用し、彼女を狙い、彼女を操ろうとする者。私を止めることもできないお前が、そういった相手をどうやって止めると言うんだ？